ヒットしてる、ヒットしてる。なんかすごい走ってるけど、すごい走ってるけど、何これ。うおー、どこ行くの。ヒット、ヒット、ヒット、ヒット。おい、ジャンプありがとう。GO! はい、皆さんどうもおはようございます。クイジェブです。今日はですね、7月上旬、十勝の川へやってきました。ここね、去年大雨で軽装がねだいぶ変わってしまってね、一回ちょっとだけ調査しに来たことあったんですけど、まあ、それ以来来たことなくて、今回ねまたちょっとやってみようかなと思って軽く回ってみたいと思います。そして今日のタックルは、カーディフ NX の5フィートですね、 B50UL に、ナイロンラインGTR ウルトラ6ポンド、リーダーはクロノの10ポンド使ってますね、スタートルアーはカウントダウンエリート55ですね。これからスタートしたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。そして今日の気温はね、現在21度、暑いですね。何度まで上がるのかな今日ね。もう今日からねウェットウェディングで行きますよ。暑いですもんね。むしろ魚はまだいないな。人人人やったー。いた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 。スタートした。あーバレたー。得意技炸裂。ここもなんか軽装変わってる気するな。なんか、あ、出た出た出た、やった、ファーストヒットやりました。何かな、なんだろうね。相変わらずバラしますね。運行者さんいるのかな、昨日のものかな。お、ヒット。これはバレなさそうなヒット。あ、ヤマメさんではありませんか。これはよいしょ、ありがとう。あ、ベリーにふくってきてる。やったね。結構ね、20センチちょっとぐらいあるね。いいっすね。かっこいいな、ね、はい、それではねリリースしますよ。ちょっと写真だけね撮らせてもらいましたね。はい、はい、ありがとう。はい、ようやく魚キャッチできましたね。そしてリフレインですね、ヒットしたのね。すいません、カメラ回してなかったらヒットしました。お、待望のニジさん、はい、ありがとう。やったぜ。はい、それではリリースしますよ。はい、ありがとうね。はい、またまたリフレインでヒットしました。ここでね釣りねえべなと思ったから、全然ビデオ回さずにやってたんでヒットしちゃいましたね。もうここでついに先行者さんがいらっしゃいました。フライマンですね。フライマンさん登場です。あ、やっぱ追ってきてるんだ、やっぱり。うぅ、ひと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 、ちっちゃいですね。あ、ヤマメさんですね、これ。
いいよ、いいよ、いいよ、うん、ありがとう。ヤマメヒットです。よし、あいるな、全然。よしと、小虹祭り、ヤマメかな。あ、ヤマメさんですね。はい、ありがとう。もう出ない。出た出た出たけどちっちゃい一発で来た。はい、ありがとう。あれ、おひと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 、お、いいサイズのヤマメさんじゃないですか。ありがとうございます。おい、いいパーマークだよね。はい、離しますよ。25ぐらいあんのかな。はい、ありがとう。うわ、こっから帰る、こっから帰っちゃった。はい、ありがとうね。よしと、よし、にじます。はい、バレたバレた。エデン 50H。 ヒット。お、なんだこのドラグ。おい、今日一、今日一。ケイ、ナイス、ありがとう。おお、今日一、今日一。はい、じゃあちょっと測らせてもらいます。40はないんだよね。40はないんだけど、あ、35。これで35か。ねえ。ありがとうございます。今日一の35センチレインボートラウト、やりました。はい、それではね、リリースします。はい、エデンでね、今日一の35センチ出ましたね。いや、まだまだ本当は大きいのいるはずなんだけどな。形相がね、だいぶ変わっちゃって、浅いですもんね。35で精一杯かな。ね、はい、エデン、大活躍ですね。はい、こういうところはメテオラで攻めてみたいと思いますよ。ちっちゃい、バラシーバラシー、メテオラでした。ヒット、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 ちっちゃいけどヒット。これもヤマメですね。ね、ヒット、ちっちゃいけどヒット。これもヤマメですね。はい、
はい、ありがとう。よしと持ってくるね。この感じはやっぱりヤマメの食い方だよね。はい、もうこれもいいヤマメね、綺麗だね。はい、ありがとう。人、おいいサイズかも。いや、そうでもないで、これ30ぐらい。おいじゃん、ありがとう。ああ、もう脱臼地点ね、近くて終了間際だったんですけど、最後に楽しませてもらってますね。そんなにサイズないですけどね、35までないかな。おー、綺麗なニジマスさんですね。ここからが油断ならない。おい、はい、ありがとう。やった、はい、レインボートラウト37、8センチ。ありがとうございます。はい、それではね、リリースしたいと思います。はい、ということでね、無事リリース終わりました。いや、最後の最後でね、ヒットしてくれてよかったね。38センチ、7、8センチぐらい、まあ、40以下僕あんまり測んないんでね、この辺はまあ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 ってことだよね。そしてね、今日はね、リフレインね、これね、リフレインとエデンの 501、まあ、その辺がちょっと 大活躍したのかななんてね思いますけどね。え、もうちょっとこれね、リフレイム6065ぐらいのね、もうちょっと大きいのあったらなんかまた楽しいんじゃないかななんて思いますけど、なかなかね、なかなか宗教性あるんだな、これな。まあ、今後も活躍していきたいと思いますよ。それではね、本日のね、釣りもこれにて終了といたします。残念ながらね、ちょっと大きいのはね出なかったんですけど、まあ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 ギリ40以下アンダーぐらいでね、楽しませていただきました。やっぱりね、去年までともう形相がもう180度違うんでね、もう深みのあるところとか流れの強いところとか全然なくなっちゃったんで、やっぱ魚さんがね、やっぱり大きいのつくところが全然ないような感じになっちゃってるんでね、ちょっと残念ですね。またなんか大雨降ってやっぱり変わってくれるとね、楽しいんじゃないかなと思います。ということで、本日もご視聴いただき大変ありがとうございました。またご次回よろしくお願いいたします。ではでは。はい、最後にね、もうエンディング撮り終わったんですけど、シャットラップエリート、これのテストしてみたいと思います。これね、まだ一回もスイムテストしたことないんだよね。どんな泳ぎをしてくれるのかな。うわ、水かみすごいな。ヒットしてる、ヒットしてるヒットした、ヒットした。なんかすごい走ってるけど、すごい走ってるけど、なにこれ。うおー、どこ行くのどこ行くの、ちょっと待って、なんでこんなサイズ感ないのにエンディング撮ったんですよ。
ありがたいですね。あ、サイズある。あ、40オーバーいったかなこれ。よいしょ。エリートすげえ。バラしたくないね。あ、おお、ビビったビビったビビった。さあ、さあランディングいけるか、ランディングいけるか。もうちょい巻きたい、もうちょい巻きたい。うう、あ、走るね、まだ走るね。ちょっとジャンプにも備えておきますよ。いけるかな、いけるかな。よしよし、入った、やったー、あざーす。はい、それではね、測らせてもらいたいと思います。うん、46とかな感じですね。ね、これここ46だもんね。よし、やった、46、ありがとうございます。はい、レインボートラウト46センチ、やりました、ありがとうございます。はい、再びリリースシーン撮りたいと思います。なんかエンディング撮ってね、また釣れちゃいました作戦みたいな感じしたんですけど本当に釣れちゃいました。これね、シャットラップエリート55ラパラのね、これどんなもんかなと思ってテストスイムしてたらヒットしちゃいましたね。しかも今日一のいいサイズ46センチ、ありがとうございました。ということでね、本当にもうエンディング、これでエンディングだと思います。もうちょっとここやるけど、もう多分出ないと思いますけどね。はい、ということで、またお次回よろしくお願いいたします。この度もご視聴いただきありがとうございました。同じカット。今日はナイロンラインでやってきたんですけど、 GTR ウルトラ6ポンドやっぱりなんかね、魚かかってもサイズ感分かりにくいし、当たりもなんかいまいちよく分かんないんだよね。ナイロンラインってやっぱそういうもんですよね。